宮博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。マゾスティックボノバンドが主題歌を歌うテレビアニメボノボノに、僕と小野くんが演じるロシとダイスが計4回にわたって出演していますが、今日とかですね、昨日とか分にはですね、 MOB の素人メンバーがアフレコに参加した回が放送されています。おお、そうなんだ。ついに見てくれていますか。放送されちゃいました、あんな感じです。はいまあなんかちゃんこなんかはね、代表作ができましたっていう風に言っているらしいんですけども、どの口が言うんだよ。あいつもほら頭いいタイプの人間ですから。まあそうだね、インテリだね、あいつ。そうなんですよ、うん、だからまあうまいこと言ったなとは思ってるんですけども、うん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 、まあ見てみたらブーしか言ってませんけど、ね、本当だね、ブーしか言ってねえやつなんですけど、うんうん、まあ、代表作だっつってんだから代表作なんでしょうよ。まあそうだね、うん、だって声優としての代表作はこれしかないわけだもん。後にも先にもちゃんこがこの先アニメーションで役に恵まれるってことはなかなかないと思いますけどね。代表作が増えていくってことあんの。まあ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 、ないとは言い切れない、はい、うんうん、ここから声優業に躍り出ていくかもしれないですからね。そうねまあ絶対ないと思いますけど、なんでかというとあいつ頭がいいからです。声優が儲かんねえってこと分かってますから。うわ、作家やってた方が儲かんなっていうさ。そうだろうね、確かにな、そうなんですよ、よく分かってるだろうな、その辺はな、っていうか素人メンバーってギャラもらってんのかな。ノーギャラでやってる可能性。いやそれはないと思います。それはないよね、ちゃんと払ってると思いますけれど、うん、どうします、僕らより高かったら。可能性としてはなくはないよね。いや、ボコボコにしてやるよ。だとしたら腹立つな。腹立つね、本当に。僕らはもう声優のユニオンの規定に乗っかってやってますから。本当だよ。ある程度の金額でしかないですよ。そうだよ。ところが彼らはノーランクですから。いいねですから。本当だ。ええー。ノーランクというのはある意味一番。そうですよ。ゴークだ。ゴークですね。そうだね。そうですよ。まあ絶対出ませんけど、その金額爪に火を灯すような音響制作機ですから本当に本当そうだよ、音響制作機ってカツカツなのよ、基本本当にカツカツなんですよ、だからそこで若手が入ってきたりするわけよね、ちょっと安く使えるとかっつって、はい、その中で素人ですよ。素人ですからね、まあ僕らよりもらったらぶっ飛ばしてやりますけれども、そうだね、可能性としてはなくはない。声優としての価値は奴らの上の可能性ありますからね。腹立たしいですね。そんなボノボノがですね、あと2回にわたって放送されます、ね、そんなボノボノ、ぜひ見てください、よろしくお願いします、注目でございます。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第819話。ド S、あのセリフ200回ぐらい練習したらしいよ。えらい、えらいよ、努力の賜物よ、その努力の甲斐あって あれですから、うん、ぜひ皆さん確かめてください、よろしくお願いします。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷博史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふつふつ紹介しますよ、はいはい、ラジオネーム鴨原さんからいただきました、うん、亀さん、小野さん、こんにちは。こんにちは。小野さん、はい、アニメポケットモンスターのダンデ役、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。サトシとの決勝戦はとても熱く素晴らしいバトルとなりましたね、うん、見ていてワクワクドキドキが止まりませんでした。ありがとうね。思えば自分が小学生の時にアニメのポケモンが始まり、ポケモンが大好きになりました、うん、でも大人になるにつれて離れていつしか忘れてしまいましたが、自分の子供がポケモンを見るようになったのをきっかけに自分もまた見るようになり、うん、そして今回の心躍る決勝戦を見ることができましたとのことです。うんうん、うわー、そうですか。嬉しいね。マジで？うん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 。二代にわたってな。いや、すごいね。うんうんうん、まあ小野さんはですよ。はい、そのまあサトシのまあ最大の敵として立ちはだかるダンデ役をやってまして。うんうん、いや、いい試合でした。あ、そうですか。うんと、負けて悔いなし。うん、僕も勝つつもりでやりましたから、うんうん、なんかこうアニメーションってやっぱ台本もらった時に、うん、ある程度先まで読めてしまうこともあるわけじゃないですか、うん、だからこうなるだろう、あと、スタッフさんに聞いたら教えてくれたりとかもするんですけども、うん、まあ今回に関してはあのチャンピオンであり僕もチャレンジャーだと、うんうん、長い歴史があるポケモンに自分も挑むつもりで
うん、だからリカさんと松本リカさんと、うんうん、一緒にこう、なんて言うんだろうな、僕はチャンピオンであるからそのサトシ君のその熱量受け止めるんだけど、俺も同じかそれ以上の熱量返していくっていうのを4週にあたってずっとやってた感じですね。すごいよね、うん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 、楽しかったな。あ、楽しかったですか。まあそりゃそうでしょうね。暑かった、うん、まだちょっと暑い時期でもあったんですけど、うん、汗だくよ、うんうん、アフレコの時に全身全霊でもうヘトヘトになって帰りましたね、はい。でそれは僕もそうだし、うん、僕のポケモンがまあ、リザードンですね、はい、僕の相棒が三宅健太くんがやっていて、はい、僕の持ってるポケモン、まあ、御三家と言われるエースバーン、うん、ゴリランダー、そしてインテリオン、この辺も持ってるわけですよ、うんうん、あとドラパルトとかバリコールとか、まあ、強いポケモンばか持ってるわけですよ、うんうん、で全部三宅健太声、パワー系の、そう全員。でもパワー系かと思いきや三宅健太は何でもできるんですよ、ポケモン、うんうん、そのポケモンが喋っているようにしか聞こえないような音を出せるんですよ、うん、彼は。まあそれがむちゃくちゃ心強かったですね、うん。小野さんポケモンってやってました？ゲーム。いや僕世代じゃないんですよ。え？多分世代じゃない人、あ、まあそうか、世代じゃないじゃ世代じゃないか。むちゃくちゃど真ん中の世代って僕らより下なんですよ。はい、育ったっていうね、確かにそうですね、うんうん、僕ポケモンやってたんでゲーム、うんうんうん、一番最初のポケモンの、うん、はい、赤緑の時に、うんうん、任天堂が、うん、RPG を出すこと自体が珍しかったんで、うん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 、なんで僕はゲーム好きだから、うんうんうん、赤も緑も一人で買ってやってたんです、うんうん、あ、どっちも。だって周りにやってる人がいなかったから。ああ、交換ね、はい、ネギないからそうそう、でそんなに流行ってなかったのよ、うん、最初はねポケモンって。そう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 、で誰もやってない中で一人で2台買ってつなげて通信とかやってたの僕は。そうだから初代のポケモンめちゃくちゃ詳しい、うん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 、でその後の金と銀もやちょっとやったかな。金銀あったね。金銀やって、はいはいはい、いろんなバージョンが出たのよ、青とか、うん、あとピカチュウバージョンとか初代のポケモンの中でも、うん、そういうのも全部買って、うんうんうん、中途半端にお金持ってたから、あと時間も余ってたからそれいいところよね。そうそうそう、大人だった、まあ、十分大人だったんですけど、うん、そんな中で、うん、なんか幻のポケモンミュウがいるみたいな、うんうん、そういうのが仕込んであったりとかするそのゲームに対してやっぱすごい興味があったから僕は、うん、あ、そのポケモン、うんうん、にまあがアニメになるってなった時に、うん、え、アニメなんのこれがなん、これをアニメにしてどうすんのと思ったけど、うん、まさかここまで続いてすごいっすよね。そうで、それでダンデ役っていう、うん、その、もうその世界観の中で一番強い人の役を小野くんがやってるっていうのは、ね、これがすごいのが、そのマスターズ8っていう大会はこれまでのシリーズの各地方のチャンピオンが一堂に会してるわけです、うん、はい、その中で勝ち上がっていくんです。熱すぎるこれが、ね、だから本当にすごいなと思って、うん、僕もだからソード&シールドプレイして全クリ知った上での、したの、はい、あ、そう、偉いね。いやだってさすがに知らないとねと思って、あ、まあ、だから逆に言うとソード&シールドが僕にとってのポケモンになったので、なんかその思い入れがひとしおで、自分が使ってるのもソード&シールドのポケモンたちだから、うん、ダンデーの手持ちのポケモンって、だからなんかすごい嬉しかったですよね。まあ、全部三宅健太の声なんですけどいやでもクリアするのは偉いね。まあでもクリアするだけだったら意外とできんのかな。なんか僕は収集癖だったりとか、あとそれぞれのポケモンを育てるっていう作業がもう膨大すぎて、まあ岡本信彦がこれめちゃくちゃ得意じゃないですか。で彼はなんでそのポケモンが得意かっていうと、将棋に似てると、うん、へー、あー確かにね、なるほどなるほど、なんですって組み合わせね。そうそう、でなんて先まで読めるかみたいなところで、うん、ポケモンを育てていって、うん、で組み合わせとどういう順番で出すかによって、うん、勝つ負けが決まるから、僕すごい好きなんですよみたいなことを言ってて、何言ってるかこいつ分かんねえと思って、うん、だから僕ポケモンそんなになんかこう熱中できなかったんだなみたいなのあったんですよ。そこまで僕考えてやってなかったんで。はあ、なるほどな、はい、いやこれがでもそういう戦略も全部アニメ入ってたのよ、うんうん、この技にはこれが効くとかから始まり、そうそうそう、まあ、そういうなんかゲーム的な要素は僕はなんか好きでやってたけれども、うん、でもなんかこれそれがこうなんかアニメーションになって、うん、小野くんが出てるっていうのはね、
すごい展開だなと思いましたよ。いや本当楽しかった、全部出し切った、うん、俺汗だくって言ったじゃないか、はい、さっきあの三宅健太一緒に撮ってたんですけど、うん、隣見たらタンクトップになってました。あびっしょりびしょびしょリザードンの炎に焼かれたかのような感じになってていやでも本当に記録にも記憶にも残るバトルをやったなというね、うん、今あ全世界のね、うん、トピックになるぐらいですからね、うん、ね、素晴らしいですよ、まあうん、見届けてくださった皆さん本当にありがとうございました。はい、さあそしてもう一つ読みましょうか。ともくまさんだそうですよ、神谷さん小野さんこんばんは、はい、神谷さん、うん、ゲームセンター CX 2代目課長補佐就任おめでとうございます、はい、制服姿が新鮮でした。コンティニューボリューム80も楽しみにしておりますというふうにいただいております。はい、はい、あのゲームセンター CX っていうですね、うんうんうん、まあ、その名の通りフジテレビのケーブルっていうか CS チャンネルでやっている、うんうん、よい子の有野さんが、やってらっしゃる番組があるんですね。で、まあ、そうゲームをクリアするまで頑張るっていう企画で、それがですね、うんうんうん、20周年を迎えまして、はい、で、僕はその、まあ、コンティニューっていう雑誌の企画で対談をさせていただくということで、うんうん、有野課長に会いに行ったんですね。うん、あのこの番組でも前お話しましたけれども、うん、僕が VS 嵐にゲストにお呼ばれした時に、まあ、嵐の皆さんにお会いできたことも興奮したけれども、それ以上にフロアディレクターの菅さんに会えたことがすごく嬉しかったっていうことをお話したと思うんですけどはいはい、はい、まあ、その菅さんがその番組のプロデューサーなんですよ、ゲームセンター CX の、うんうんうん、まあ、そのつながりもありまして、ナレーションやってる人でしょ。そうですそうです。あの人だ。はい、で菅さんがまあそのことを覚えていてくださって、うん、まあ、じゃあ今回 の, その20周年ということで亀さんに来ていただいて、お話しましょうということで、うんうん、だから朝鮮部屋にお伺いして、あら、あの映像の中にしか見たことがないあの朝鮮部屋に行き、うん、有野さんと二人して、うるせえやつらのゲームをやって当たりが、はいはい、そうですね。なんか有野さんが、その昔、みんなの前で自分の理想の女の子はラムちゃんだっていうことを言ってドン引きされたっていうエピソードがあったらしくって、でそれにこう、まあ、関連して、まあ、今回僕はあの2代目あたりやらせていただいているんで、じゃあこのゲームやりましょうっていうことで、うん、まあ、そのゲームを一緒にやるっていう、しかもこれ制服姿が新鮮でしたって書いてますけど、あ、だからあの同じ格好したんです有野さんと。そっか、はい、なんだろう、工場の服みたいな。そうですね、上下のつなぎみたいな。はい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 、はい、あの服を着させてもらいまして、作業服みたいなやつね。そうですそうです。はい、すげえ楽しかったです ね, いいね。これコンティニューボリューム80って何？あ、その雑誌です。あ、その雑誌で対談したんですね。あ、はい、そっかそっか。まあ、断るごとにコンティニューさんは、うん、あのゲームセンター CX のことを取り上げて、うん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 、記事にしてるんですけれども、うんうんうん、まあ、今回はその、20周年の、記念の本ということで、うん、ムック本が出て、まあ、それのメイン企画で、僕と有野さんが対談という。じゃあこの制服姿こちらで見れる。そうですね。で動画も撮ったんで、うん、おそらくそちらの方も何かしらの方法で見られるようにはなるんだと思うんですけども、まあ、詳しくは、うん、まあ、ゲームセンター CX のサイトだったりとかツイッターとかを見たら分かんじゃないですか。僕何も分かんないんで、うん、あれなんですけど。本当にこれ要チェックですね。ね、なんかこう、うん、ここに来て自分がね、あの好きだったコンテンツ、まあ、水曜どうでしょうとかもそうですけれども、うん、あのゲームセンター CX もずっと好きだった番組で DVD とかも買って見ていた番組なので、うん、そういうものになんかこうお呼ばれして、こう関係値が築けているっていうのは、うん、なんかまあ声優も長く続けてるとそういう風になんだなと思って、うん、ありがたいことですよね。ですな、いや、いいね。なんでまあ続いているコンテンツなので、ゲームセンター CX さんも20年、我々の番組も15年ですから、うん、おー、まあ、共にですね長寿番組として頑張ってね、うん、これからも続けていけたらと思っておりますので、やっていきましょう。我々は有野課長を応援していきますし、うんうんうん、有野課長もこの番組のことは知らないと思いますけれども、うん、ゲームセンター CX のファンの皆さんがですね、うん、DGS を応援してくれたら嬉しいです。うん、てなわけで、はい、引き続き皆様からのストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイト、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガル情報です。アニメのミックスでは小安武人さんデジタルシングル永遠の月よりが配信中です。ダウンロードの上、ご応募いただいた全員にスクエア缶バッジをプレゼントぜひチェックしてください。あれ、これ違うシングル、前とは違うの、うんうんうん、何小屋ピーどうしたん。ここはぜひ聞いて確かめたんで。マジか、うん、あ、
そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しております。ディアボイスの弱心ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受け付け中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は過去音源のプロデューサーズカットバージョンとして2008年7月26日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室、何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームバンバンジーさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。バンバンジーのお便り。私は年々流行に鈍感になっているような気がします。そのため流行語大賞などを見てこんなの流行ってたんだと知ることも多いです。お二人がこれぞ今年の流行語と思うワードはありますか？あれ、これあれだな、先週やったやつだな。本当だ、これもう作家のミスじゃねえのか。ああカリスワさんじゃないのこれ。そうだよね、これも先週話しちゃいましたからね。本当だよ、もう流行語大賞ね、 DGS 流行語大賞は決まっちゃったんですよ。そうなんです、はいはいはい、でも大丈夫、流行語大賞と同じぐらい栄誉あるもう一つの発表が残っていました。ということで今夜はこちらをお届けしましょう。 DGS メンオブザイヤー2022。2022年の DGS で最も活躍した人物を表彰する DGS メンオブザイヤー、毎年おなじみですね。では発表します。今年栄えある DGS メンオブザイヤーを受賞したのは、内田社長です。おめでとうございます。やっぱり今年の DGS といえば内田社長ですよね。ですね。それでは DGS メンオブザイヤーを受賞した内田社長にご登壇いただきましょう。ガラ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 、失礼します。文化放送育成の内田社長です。引き戸おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。内田さんはですね、 DGS メンオブザイヤーのですね、受賞者ということで毎年恒例のこの行事ですけれども、はい、受賞した今のお気持ちはいかがでしょうか？恥ずかしいです。恥ずかしいんだ。恥ずかしいですか。そうですか。名誉ある賞です。ね、そうですよ。ね、毎年やっていますけれども。はいはい。しかもあの DGS 流行語大賞のね、3本締めも獲得されたということで、さすがの活躍ですね。おめでとうございます。恥ずかしいです。まあぶっちゃけ今年1年どうでした？今年は、まあ、忙しかったですね。そりゃそうですよね。結果イベントだらけでしたからね。まあ、去年の暮れから割と忙しかったでしょ。まだ去年からだよね。そうですね、年明け神谷さんの生誕祭がもう山田港キャンプっていうので、まあ実はロケしていただきましていいです、はい、その編集をやりながら年を越して、あ、編集してたんだ。だってあれ11月だっけ、12月、12月だ、正気とは思えないよね。12月にさ行ってんだぜ。本当は8月に行こうとしたんですよ。本当はね。本当は8月に行こうとしたからね。最初はね、ずれちゃった、行って。本当は行かなくていいんだよ。ずれちゃった。大体さ、そもそも8月にやろうとして企画がさ、12月に伸びたからってさ、あ、じゃあいいや、ちょうどいい、神谷さんの生誕祭にしようっていうさ、何その取ってつけた感。うんじゃねえし。うんじゃねえし。まあ、年明け早々そういう配信もありつつだ。はいはいはい、はい、その後、キャンプですよね。でその後、まあ、間を空けずにですね、はい、まあ、2月3月、あの、まあ、番組として初めてあの、札幌と、はい、はい、福岡に行って、ね、キャンプをやりまして、うん、はい、まあ、これも大変でしたね。大変でしたか。弁当を探すのが大変。あ、それか、まあ、弁当選びは大変だったでしょうよ。確かに内田さんの仕事だもん、毎回文句言われながら、ね、俺口々に文句言われる。そうだな、言ってたな、そうなんです。いろいろリサーチをしたんですけど、はい、まあなんか、まあなんていうんですかね、2勝2敗ぐらいあれなんであんなことになったんだっけ、なんで弁当にそんな期待するようになったの我々は。
いやそれはもう高知まで遡るんじゃないか。ああそっか、ボドフ事件か。そうだよ、まあ、今回だと打ち上げやらないってもあったんで、ね、そうだよね、そうそうそう、だから食事をね、やっぱりちょっと福岡は福岡、札幌は札幌にこだろうということですね、やっぱ福岡明太子だろうと思ってですね、ならではのものね、ね、明太子は二腹乗っかっているさ、ちっちゃいさおひつみたいなのパッと開けたら明太子2本入ってるけど、ね、それ以外は何にもねえなと思って、いやもう閉まったと思いますよね、閉まったと思った、部屋で開けてみたら、うん、なんかもうサイズといいバランスといい、うん、そうだよね、多分これじゃないだろうなと思いながらですね、だって僕らにしても割と小さい方だなと思ったんだよ、そしたらおじださんなんかしてみたらね、よっぽどちっちゃいよねあれね、いや本当ですよね、だって飯を食うことでおなじみなんだもん内田さんは。そうね、まあ、なんで本当皆さん申し訳ないですけど、僕はあのコンビニに行って弁当2個買ってきましたよ。買い足してんじゃねえかよ。内田社長的には今年1年の重大ニュースで一番って何なんですか。うん、まあ、重大ニュースはでもやっぱりですね、ディアガールがまあ15周年迎えたっていうのは、そりゃそうでしょうね、そりゃそうでしょうね、重くて大きいあれですよね、よかったですわ本当にね、いやでもやっぱり神谷さん、小野さん、諏訪さん、あとスタッフの皆さんにもちょっと助けていただいてですね、はあ、なんかこの重く大きいなんかあのミッションがなんとかクリアできたかなと思って、ああよかったです、ね、パーフェクトイヤーですから、ね、いやもうパーフェクトイヤーですから、もうで最後にすみません、あの打足であのエクセンドフェスまでつけちゃってですね、はい、打足だったエクセンドフェス打足っていう、あの内山君と海斗君に怒られそうなんで、あれはまあいいんですけど、はい、まあ、まあスピンオフ会なんてね、もう本当にあの、はい、急遽決まりましたからね、急遽決まってですね、ひねくり出してですね、もう最後まで諏訪さんになんて説明しようかなと思います、ね、まあ企画書書いたんですけど、はい、いやいや、ね、まあ、でもね、よかったよ、そう、よかったと思いますよ、全部ね、うん、内田さんの思い通りになったんじゃないですか今年は。そうじゃない、ちなみに来年は何か予定あるんですか DJS は。来年は、はい、まあ、とにかくあのパッケージ出していきたいなっていう。あー、そっか、一切まだパッケージ触れてないっすもんね。そうなんですよ、これは。そうです、まあまあ告知的なことも何も言ってませんけれども、じゃあおいおい何かしらの形でパッケージが、うん、もう来年はもうパッケージラッシュってことで、パッケージラッシュ、パッケージラッシュラッシュラッシュ、うわ、連続リリースみたいなやつ、連続リリース、それはあれですか、やっぱり仕様としては今まで通り、我々のコメンタリーとかも入ったりする、うんうん、まあ、ただもうラッシュなんで入んないのもありですかねこれね。え、入んないのもあり、入んないのもありですかね、入んないのもありって何それだ、全部だってって、どっからどこまでが出るか分かんないよ、はいはいはい、だまだそれはもう分かんないから、はい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 、あれだけど、もし全部やるとしたらもう相当大変ですよ。合計何時間なんですか。合計ですか、いやだから3時間半でしょ、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 4時間でしょ、2時間でしょ、え、全部全公演じゃないでしょ、全公演、全公演じゃないんですけど、でしょ、あのでもあのまあ、そんなまあちょっと少し、ね、今までまあね、うん、裏で話そうじゃあ最後に一言お願いします。はい、ではですね、じゃあ最後ということなんで、あの三本締めで流行語大賞来た、はい、それどうわかんねえんだ俺これ、最後といえば三本締め、はい、あね、これ引き締めましょう、はい、うん、正しい使い方でいきたいと思います、三、はいはい、本締めで、はいはい、皆さんじゃあよお手を拝借、はい、はい、よありがとうございました。ということでディアネームバンバンジンさん、今年の DGS を象徴する人物は内田社長が選ばれました。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトをディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信します。みーちゃんからリクエストいただいたこちらのセリフです。なんとかマウンテンとかなんとかマンションとか乗ろうぜぜひディズニーランドに行った際には ね、 そうね、使っていただきたいと思います。使っていただきたい、はいはい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、うん、いやーなんかね、今週の放送は内田社長的な1年の総括みたいなね内容になってますけれども、なんと来週再来週で今年終わりですってよ。あら、
あっちゅうま。そうなんですよ。ってことは来週はあれなんです、うん、で再来週はあれなんです。本当だ。だからもう台本書かなくていいやつですよね、構成さんはね。まあ毎年恒例みたいなね、はい、そうそうそう。なんで持ってこなきゃいけないです、いらないもの。いらないものって難しいよね、はい、だから僕はもう今週持ってきましたよ、電動丸の。早くね。もう渡してありますから、電丸。確かにでっけえ箱置いてあったら。一回しか使用してませんから。ちょっと待って、俺もじゃああれに見合うもの持ってこなきゃダメですね。何でもいいです、いらないもの。まだね、いっぱいうちにあるんで、もしかしたらまた持ってくるかもしれません。あのね、いらない帽子がね、また出てきたんですよ。いらないものだらけじゃないかよ。そうなんですよね。だからもしかしたら帽子増えちゃうかもしれませんけれどもね、来週お楽しみに。お楽しみに。番組の皆さんからのメッセージを待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷浩、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷浩と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第820話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。